皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。なんとカメラメーカーのニコンがですね、デジカメの売り上げが激減しておりまして、売り上げについても半減ぐらいしていると、そしてカメラ事業撤退なんじゃないかという記事が出ておりまして、びっくりしておりましたけれども、私もですね、もうデジカメからずっとニコン使ってます。もう2000年ちょっととしてデジカメ出てもニコン使ってるので、もうデジカメずっとニコン使ってるんですよ。だからニコンには頑張ってほしいんですけれども、ただ厳しい時代かなという気はしてるんですよね。ニコンには頑張ってほしいですし、まだまだニコンのカメラの優位性っていうのもあるとは思うんですけれども、もう今やですね、今やというか、多分もう2、3年ぐらいしたら、スマホの方のカメラ性能が全て上回っちゃうんじゃないかっていうぐらいな状況になっているので、そもそもニコンだけではなくて、あらゆるカメラメーカーが消滅してしまうんじゃないか、そもそもカメラがなくなっちゃう、もうスマホがカメラであり、ビデオカメラでありっていう時代にね、もしくはこういうね、いまだに出てこないですけど、そのウェアラブルでこういう、メガネ型のウェアラブル端末みたいなので、これでパシャってやったらめっちゃ撮れるみたいなのとか、ここまでいくとちょっと近未来なので実現可能性は無理かもしれませんけれども、今もうスマホでかなり綺麗に撮れます。私自身もその、例えば暗いところとか遠いところとか、特殊な撮影はもう断然もちろん、一眼レフ、じゃないとダメですけれども、もう昼間撮るんだったらもうスマホでマジで十分ですからね。そしてその使う用途がもはや今ね、例えば紙の A4、A3 ポスターに印刷しますとかじゃなくて、SNS で使うとかネットで使うとかってなってきたら、もうますますカメラじゃなくて、一眼じゃなくてもうスマホの方がすぐネットにね、投稿できるからってやっぱ話になると思うんですよね。だから私としてはもうニコンをもうずっと使い続けて、デジカメはもうずっとニコン使い続けていて、今も使っているので、ニコンには頑張ってほしいと思うんですけれども、この先厳しい、別にそのニコンに限った話ではなくて厳しいんじゃないかなと。で、そういうのはもう時代とともに変わっていくので、しょうがないのかなっていうのはあるんですよね。私自身ももう、こういうカメラ、フィルムカメラ時代から、フィルムカメラはニコン使ってなかったんですけれども、フィルムカメラ時代から撮ってるので、やっぱりスマホで撮るよりも、やっぱこれで撮るっていうのに慣れて、このファインダーで撮るっていうのに慣れてるので、初めはなかなかスマホで撮るのが逆に撮れないみたいなのがあったんですけど、やっぱもう最近はもうスマホで撮るの慣れちゃって、やっぱ便利だなっていうね、のがありますから、もうこれはもう時代の流れで、いずれは、なくなっていっても仕方がないのかなと。どこでどうなるのかっていう、挽回できる要素はもう本当に見当たらず、なんていうかもうスマホがね、すべて、素晴らしいカメラ性能。あとはもうスマホがズームしても荒れずに綺麗に撮れるようになったら、もう一眼レフも見られるし、もうすべていらないっていう話になっちゃいますから、やっぱりこれはね、ニコンユーザーとしては悲しいことではありますけれども、時代の流れの必然なのかなというふうに思います。そういう意味ではね、本当にカメラに限った話でなく、フィルムがもうね、ほぼなくなって、現像所もほとんどなくなってね、本当にもう昔は、編集の仕事をしてたので、毎日のように現像所さんを呼んで、会社に来てもらって、今日は10本ですとか、今日は5本ですとかっつって、ポジフィルム渡してた時代もありましたけれども、もうこの20年でね、瞬く間に変わったので、デジタルカメラという分野も、なくなっても、これはもう致し方がない。やっぱり、会社も人も、時代に合わせて、テクノロジーに合わせて、変化していかざるを得ないのかなというふうに思います。